この番組は神伝説を残す男たちの記録である。何も知らされずにジャージ姿で集められたメンバー、実はこの日関西から大先輩ともいえるスペシャルゲストが来ていたのだ。お願いします。え、先輩にケツを向けるな。誰みたいになるな。誰みたいになるな。まずなんちょっと待って、結構いろんな人が誰みたいになってるから。学ラン姿のこの男、何を隠そう関西は京都の売れっ子劇団ヨーロッパ企画の俳優石田豪太。全国で活躍する舞台俳優石田がこの日メンバーの腕を確かめに来たのだ。あ、君ら天神アクター何年目？もう4年目。4年目、はい。おい、19年やってるから。長い。違うの、今日はね、はい、君らと一緒にね、劇をやりたい。劇をやりたいなと思って。実は来年1月天神アクターの新作舞台の脚本を担当するのがこの石田豪太。主役になるか脇役になるかはこの企画で決まる。今日はね、鍋をやろう。鍋？ただの鍋じゃないのよ。ただの、闇鍋。闇鍋。知ってる？闇鍋知ってる？聞いたことあります。聞いたことある？もう、真っ暗の部屋で。いや、無理。昔の武将たちがやってたやつ。それ。武将なんて大体昔だよ。昔もっと昔だよ。アホなだけやんか。鍋の説明させて。闇鍋今日やるの。さっき言った通り真っ暗の中ね、はい、自分たちが持ち寄ったそれぞれ秘密裏に持ち寄った食材を入れて、はい、で鍋を楽しむっていう、それが闇鍋なの。ちょっと変わり種入れたりとかさ、はい、なんか気持ち悪いもの入れたりとか、うん、それはもう全然ダメ。ダメ。劇ではしゃいでるやつ一人いたら劇全体が崩れちゃう。なるほど。やっぱ劇のアンサンブルっていうのは大事なの。こうやってね、喋るやつがいたらずっと黙って、元くんいいよね、なんかいいよね。全員が同じようなもうね、肉うまいやつとかそれじゃダメだしっていうのが鍋。なるほど。であり劇なの。今回はメンバー同士が材料の打ち合わせを一切せず、美味しい闇鍋を作るという神伝説に挑む。オレンジの丘チームとブルーの坂田チームで水炊きスープをベースとした闇鍋を作ってもらう。なお京都から来た石田も両チームの闇鍋に参加。一品ずつ京都的食材を加える。まずは坂田をリーダーとしたチームが登場。食材選びは一人一品ずつ。メンバーの気持ちを考え、打ち合わせなしで最高の闇鍋を作るのだ。肉は絶対総一郎が買ってくれそうです。総一郎が買ってくれそうだから、やっぱこれ定番の、これは絶対ありますからね。これは被らないでしょ。肉いくと思われるんですよ、結構。自分で言うのもあれですけど、食いしん坊って勝手に思われてるから。なんで肉そのままいきたいと思います。これに最初から決めてました。大丈夫ですか？うん、ありがとうございます。いい肉だなお前。テントは水炊きらしく鶏の手羽先をチョイス。なんだかんだで肉だらけ。大丈夫か。ここはリーダーの坂田に期待。そろそろ野菜が欲しいところ。決めてまして、もう肉。いや、俺はみんながお肉を譲ってくれるって信じてます。君に決めた。鶏の手羽元、お肉。はい。しかしまさかの肉4連発。気持ちが通じ合った仲間のはずだが、空回りする展開に。このままではただの肉鍋が完成してしまうぞ。松島、意外に見落としてるんじゃねえかっていうところを狙いたいと思います。ちょっと僕ね、意外にね、触られなさそうなとこをね、いきますよ。ちなみに石田が用意したのはまさかの京野菜、万願寺唐辛子。さすがはベテラン、坂田チームの気持ちを読んでます。いよいよ打ち合わせなしで作った闇鍋の実食。
真っ暗な部屋で食べると何も見えないので、今回あるものを用意した。目の前に、はい、今日闇鍋なんで目隠しを用意しました。なるほど、なるほどね、これね待って待って、すいません、僕髪型が違うんですけど色が違うんですけど大丈夫ですか？合います？確かに合いますか？いや、俺も色違う焼けた、結構飛ばしてるっつって白ちょっと目だけだ、すげえかっこいいこれめっちゃかっこいい